ウルトラマンゼロ光る LED が光るっていうね。この街をぶっ壊してやるぜ。ドラマチックにセリフが繋がるというね。邪魔をするな、何者だ。かっけえ、ベレル様。光るなる光るなるなる光る。いや最高だわ、ウルトラマンベリアル。裏はね、ちょ横ね、これ横、この街をぶっ壊してやるぜ。邪魔をするな、何者だ。うずくうずくぜ、この傷が。いいね。劇中イメージのセリフを7種内蔵しているというね、この奇跡ですよ。かっけーベリアル、やべ、電池の入れ方な。やべえ、ドライバーねえ。待ってくれ、ドライバーねえぞ。待ってくれ、こじ開けるか。ドライバーねえな。ちょっと待てよ。あ、すいません。これ電池入ってんのかな、つうか。これ電池入ってないフロイか。あ、ゼロもいいんだ、これ。あ、ゼロも欲しいな。ほうほうほう。連動して遊べる。奴は生き延びていたのか。この街をぶっ壊してやるぜ。その野望俺が叩き潰す。いいね。あ、つうか、ゼロ欲しいんだけど、マジで。ゼロも買ってこよう、見つけて。いいね、セリフ繋げてよ。つうことで、早速ね、開けちゃうか。開けてちょっとね、あ、これ電池もついてないっぽいな。やべえな、まあいいや、ちょっと待って。あ、ちょっと早速開けるかな。つうか、でかいな、これ。テーブルの上に、机の上に乗んねえな。ちょっと待ってくれ、でかすぎ。まあいいや、ちょっと開けよう。カッターで、このテープを切り、封印を解いてな。ベリアル様の封印をな。おぉ、こっけえ、マジで。でけえ、でけえ、ちょ待って、でけえぞ、おい。ちょっと、おぉ、問題はね、ドライバーと、ドライバーと、やべえ、やべえ、やばいことになったけど、まあいい、気にすんな。おぉ、ズガジャン、やべえわ。見てくれ。かっけえ、でっか、ベリアル様。ちっこいわね、こっちにいるね、ベリアル様。ベリアル様に、俺のベノムスタンド、俺の作ったベノムスタンド、ベリアル様はこっちに待機してんだけど、ザン。でっけえ、このレベルの違い見て、レベルの違い。でかすぎる。つか、ベノムいいな。な、ベノムみてえだよな、ベリアルってな。おい。そしてハイパーゼットンだ。ハイパーゼットンはこっちに待機してから、ハイパーゼットン。あと、レッドキングもついでね、いるっていうね。見てくれ。ハイパーゼット&レッドキング。ダン。そしてロビンマスク。アイアンマン。からの、ザンベリアル。ベリアルからの、モンガーが、モンガーが倒れてる。やべえ。俺の命が。俺の命をモンガーが。見てくれ、このモンガーとの比較。モンガー&ベリアル。ベリアルのモンガー。でーけえ。なんだこいつ。でももうちょい大胸筋が欲しいかな、ベリアル。お前筋トレサボってんの。もうちょい筋トレしてね、大胸筋とね、上腕二頭筋をつけろ。やばい。あ、僧帽筋、俺筋肉の中で一番僧帽筋が好きなの、この肩の筋肉。このね、ブロックレスラー並みのね、盛り上がりとか欲しいんだよね。鍛えまくってから僧帽筋。つうことで、ね、ちょっとね、ちょっと待って、俺電池もドライバーもねえぞ。うわ、マジか。音出したかったな。ごめん、出せねえわ。電池も、ドライバーもないから、無理だわ。無理ゲー入った。待ってよ、下のコンビニ売ってっかな。ちょっとコンビニ行ってくるわ。ちょ、待ってて。よ、ベリアルちょっと寝せてくれ。ベリアルな。ちょ、このベリアルの、でっけ、かっけえな、これマジで。そしてハイパーゼットな。いや、ちょっと速攻行ってくるわ。やべえな、マジな。コンビニ神だわ。売ってた、ドライバーも電池もね、売ってたという奇跡。つうことでね、早速ね。ちょっと、これね、封印をな、後ろのな、封印を解いてな、開けさせていただきます。ありがとうございます。あざす。おい、マジ、ふざけんなして、電池普通に入ってんだけど。はぁ、電池入ってんだけど、普通に。俺買ってきたのに。マジ、この奇跡。待って、電池入ってんならさ、なんで音なんないの？押してんのに、ボタン。こういう、音なんねえし。あ、そういうことね。
いやほんとごめんみんな、俺ね興奮しすぎてさ、よく読んでなかったし、よくね見てなかった、スイッチが、ね、あったここに電池入ってた、税関変わってきたのに。 LR4444 44 44、これ LR なんとかってやつ、まあいいや、これあれだ、違うやつに使いますか。そういうことで早速ね、スイッチ入れちゃうか、ショータイムだ、バコン。なんだ今のなんだ今の、かっけー、ちょっと見てくれ、オラーっつってな、セブンもね降臨したから、セブンも、セブンとね RX もね応援に駆けつけてくれたというね。そしてゼットン、レッドキング、ベノム、俺の大好きなベノム&ベリアルね、骨になったベリアル、骨になったベリアル、最高だよな。いいねこのメンツ、つか机の上汚ねー、片付けねえだなこれマジで、汚すぎんだろ、俺マジ。まあいいや、ちょっとベリアル様と遊んでから、ちょっとね、片付け。そしてモンガ、そしてワイルラガモンガ、ちょっと待って、押すか。でもね、ちょっとね、でかすぎてさ、映んないんだよな。持ちながらやろっか、じゃあ。ザザン、ベリアル。おぉ、やべえ今のすげえ好きだ、もう一回もう一回来るぞみんな、次来るぞ、せーの、たまんねえぜおいこら、しびれんじゃねえか、すげえかっけ。こっちはこの街をぶっ壊してやるぜ、かっけ、邪魔をするな、かっけ、おお、待って、ベリアルめっちゃかっけえな。いや、見せてほしいわ、ベリアル様に。いや、試しちゃってください、もう全然。え、今のやられちゃった声。いや、今のは聞かなかったとしようぜ、みんな。今のはちょっとなしな。何者だ、かっけえ、あ、これ一番かっこいいかもね、うずくうずくぜ、この傷が、これ一番っけえな。あーでもこれもいいな、今から本当の恐怖を見せてやる、いやかっけえ、しびれる、マジですげえかっけえ、新しい力をね、いや試しちゃってください、ベレーさん、このイケメン、イケメン見てくれこれ、しかもこれデカさだからね、でけえ、イケメン万歳だ、ほら見てくれ、いやベリアル、これゼロ売ってなかったぞ、もうマジゼロも欲しいわ、やばいやばい、今欲しい、今すぐ欲しい、今でしょ、今すぐ欲しい、だからボタンさ2つついててさ、これ左押したらこれセリフが出るんだよね、で右押したら掛け声みたいなの、ほら、あとこの音もね、右ここかっこいい、ベリアルやばいわ、ちょっとやべえ、涙出てきたマジで、かっこいいすぎて、やばいぞ俺マジ投げてきた、かっけえ、いやこれはねちょっとやられちゃってるっぽいからね、ちょっとあれ、これこの街をぶっ壊しちゃってくださいベリアルさん、ということでね、やったベリアル、ついに手に入れたぞベリアル、やったぜ、かっけーベリアル、ベリアルとハイパーゼットな、ハイパーゼットとベリアルとね、セブンさん、セブンさんちょっとちっちゃいけど、セブンさんもね、ダン、いいね、つかベリアルでかっ、このでかさイケメンだなおい、ベリアルどの角度から見てもかっこいいぞおい、いやこれゼロも絶対手に入れねえとな、邪魔をするな、何者だ、いやイケメン、もう声がイケメンだもんな、ベリアルさん、もうベリアルさん声がね、
イケメンだからセブンをねこう上に乗せてコーヤリーのコーナーセブンと仲良しだからこれベリアル様。いやベリアルかっこいいな。やべえなおい、惚れ惚れすな。フォルムだけでさやばいのにこれだからな。この傷がうずくぜ。今から本当の恐怖を見せてやる。イケメンキラリ、イケメンキラリ、かっけえマジやべ。お、傷か。新しい力を試させてもらおうか。かっけえ。ベリアルになりてえ。やべえ。クソベリアルになりてえ。つうことで、ベリアルゲットね。ベリアル様ゲットね。やばいな、これ。そう、次ゼロ買ってくるわ、ゼロ。もうゼロ絶対欲しい、これ。マジで。やばいな。このデカさといい。かっこよさ、しかも声があるっていうね。よっしゃ。つうことで、また次回ね。ゼロか。いや、これセブンとかねえのかな。セブンバージョンとかさ、ゾフィーとかさ、ウルトラマングレート、タロー、あったらマジで欲しいんだけど、マジで。ちょっと楽しみだな。ちょっと探してみよう。うん。おもちゃ探しの旅に出てくるわ、また。ということで、また次回ね、次回はゼロでお会いしましょう。ベリアル、バイバイ。待って、最後のね、最後にやっぱ、あれを聞こうぜ。これじゃない、これじゃない。